あ、いい名前。夏の大作家、夏終わったけど。リーゼポンタ。キッチャンプさん、ハートありがとう。そうですよ。昨日ね、ご飯食べに行って、なんかそう、年下なんや。あの子年下なんだけど、年下に見えないのね。なんかすごいお姉ちゃん味があって、私が逆に妹みと言いますか、末っ子みが強すぎて、そう、まあ、1個だけあるんだけどね、って言っても言うたらもう同い年みたいなもんだけど、1個違うんだ。すごい、ね、面白かった。ゆたじじゃあ、ありがとう。よかった、キイチ先生とのコラボ。ちょっとこれを、汗と血の涙でつばの大きさって飛べフライ飛べフライ、飛べフライ最果ての未来へ。あんな感じで今練習して、あと少しですよ。よかった。え、なんかお父さんもめっちゃ感動してたらしくて、みゆめっちゃ上手くなってんじゃんって感動したらしい。実際には聞いてないけど、お母さんが言ってたって言ってたよ、お父さんが。雨降ってる。よかった、洗濯物の中に入れとって。おそらく泣いたりする。いや、多分実際に来たら泣くと思う。さすがにまだ泣かんけど。まあ親だったら泣くわね。K-I-O-I なんて言ったの、キヨイタキ、はい、
もう無理。飛べフライ。スタートありがとう。スタートありがとう。その主人公になりたい。アクハトありがとう。いや今配給見れてないんよ。見たい。あちょっと配給が見たい。あ配給が聞きたい。みんな主人公だよ。確かにそうだよね。お前振ったろ。でも4時ぐらいにやむやん。だけちょうどあレッスン行くとき雨降ってんかな。まあでもちょっとやろ。明日日曜日さ最高気温が20度なのやばくない？最低13度。寒くね。22はね最高25度、最低が16度。曇り夜からちょっと雨降るらしい。次の日雨の予報じゃけん。しかも雷マーク出とる。明日も30度、25度です。さすが沖縄さん。馬娘ねまたやったんよ。ついこの間そうだよ暑いって言ってた。でもめっちゃ今日暑くてさちょっとこの格好で寝るのは早すぎたかなと思ってめっちゃ暑かったよ。やった、うん、もう布団もなんかパーンってやつと。朝からステーキスにチーズアッカンハートありがとう。またモンブランありがとうございます。気温がね体調がいいね。楽しい。ちょうど今日の最高気温すごいね。なんでこんな違うんだろう。不思議。
ではないんだけどもちろんなんだけど、場所が違えばそれはね。太陽の位置が何か言うとさん忘れてたよ。あ、今日はあのお昼の配信プロモーション会議をするんですけど、ちょっと皆さん私に歌ってほしい曲をちょっと集めるっていう会議をするんですけど、せっかくねあのこの間あの Uber のカードをいただいたので。今日はウーバーにしたいと思います。今日のお昼コムさん、ハートコンタケーキありがとう。モブはアンさん輝くし、ありがとう。お昼行けないかもだって。行けないとダメなんじゃないの一番なんか仕事Why? お仕事か。あ、それは大事。いってらっしゃい。待って、ちりちゃんずるくない？ハロウィンのオールナイト行ったの？
古っ。ぬるい。あ、ハンシュ君、これ食べ物じゃないね。これどう見ても炒め物じゃないね。揚げてんね。美味しかった？このケーキは。これもあれですね。これハンシュ君は失格ですって言っといてください。お、これはなんだ？レモニラか？レモニラだ。いや、いいよいいよ。塩団子さん、オッケー。もさんは？あ、もうバッチリバッチリ。美味しそう。モンブランとショコラ。あ、もうね、ジージーも完璧。なあ、いいね、この定食、美味しそう。かぼちゃとクリームパフェ。うん、ほんとも大丈夫。食べ過ぎだって。待って、え、マイケル・クーガーさん、え、全部食べたんこれ。え、ガチでこれ全部食べたん。面白いね。みんなのやっぱ人それぞれ全然違う食べ物を食べるね。なんか見ててもらう、あ、これ食べたの。いや、その私のなんかケーキを、あ、そう、それを食べたんだ。私のなんかケーキとかなんか炒め物とかやったらさ、やっぱみんなおのおの違うじゃん。これってやったらもうこれしか食べない。面白い。今日は何しようかな。お昼一緒に食べようね。何食べようね。何でもいいよ。よし、頼むところから始めます。みんな、うまうま準備して、うまうま、サイゲームスうま娘
一人暮らしでよかったよ。寮ならルール違反で毎日叱られてたかも。引き返しちゃうんだ。さあレースエキシビションルームマッチと。レース ID を入力することで他のトレーナーさんとレースを楽しめる。ルームマッチのレースでは1名から3名の馬娘を出走させることができますよ。ランダムで行こうか。中距離オークスにしようか。あ、サツキ賞にしようよ。あ、オークスにしよう。で行ってみよう。はい、この番号を打ってウマ娘一緒に対決しましょうね。さっき一箇所うわ、来たよ。もうこれゲットできんかったや。前のトップガンゲットできんかった。だからユリがおる。サトケン？サトケン誰？
ああ卒業おったちゃんと出ししてるね。うちら一等出しなんだけどうちら一等出しで今言ってらっしゃる。まあまあいいでしょう。行きまーす。ママ、普通。マガマン人気だって、やばくね。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2418人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは三冠馬娘東海帝王、一番人気です。実力は負けていません。二番人気三冠馬娘マヤナタップが注目の里のクラウン、2枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは5番マヤナタップが2番期待通りの結果を出せるか、1番人気東海帝王。さあ激しい先行争いで前に出るのはマヤナタップが1コーナーから2コーナーへ向かう。マヤナタップが快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあかなり高いのはマヤナタップが、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番1馬身離れて2番テイクオフ。2馬身3馬身開いてジェンティルドンナ、1馬身離れて東海帝王、1馬身さん8番、その後から7番、その後15番2馬身さんシンボリクリスティス、1馬身さんグラメンテ、その後ろに第1ルビー、サトノクラウン続いている。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ16馬身、先頭は依然マヤのトップガン1馬身リード。5番並んでくる3馬身に2番2馬身、ちょっとその位置大丈夫か。最高峰だ大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。
クソ負けたクソ2着だった、はい、チリちゃん1負けた。いただきます。あ、ちいちゃんに貸したいな。まあ、そんなこんなで私の朝配信は終わりたいと思います、次は1時からまた配信しますのでよろしくお願いします。それだんごさん、いちこまさん、7位シャニーピンガンさん、6位チリちゃん、こいもさん、ナイフさん、しがしが、レイドにガードさん、ありがとう。そして本日第1話フォンテー復帰後400回目の配信だよ。え、ほんま、すごくね。よくね、ありがとう。400回も見に来てくれてるなんて、ありがとう。
ってね。さあ覚えててくれて。すごいみんなさっぱり。バイバイ。お疲れ。アロンさん何もありがとう。ありがとうね。またお昼に会おうね。こんにちは。こんにちは。なんか作らないよ。ウーバーするよ。こんにちは。ははい。もうお腹すきましたね、ちゃん。お腹すいたの。何食べようかな。いつも頼まないようなものもいいよね。
か出てこん。え、バナナジュースあり。高いんだけど、ゴールデンチョコレート480円するのやばくない？あ、びっくりした、240円だった。そりゃそうか、びっくりした。1時半に到着予定って書いてる。待てない。うーん、お腹すいた。私はもうお腹すいた。無理、写真撮る。じゃあ
んかいまいちだった。顔がいまいちだった。あ、え、そこなんじゃ。お、車じゃけ早いかも。ダブルチョコレートじゃなくて、
これ何これ動く。やっぱスタバかな。なんかいまいちだった。顔がいまいちだった。
そこなんじゃ。お、車じゃけ早いかも。ダブルチョコレートじゃなくて、何これ何これ言うと、違うな。やっぱスタバかな。
頼んじゃう。飲んじゃう。頼むぜ。さすがに自粛しよう。でも飲み物ないよね。一旦やめとこ。祝福の秋なのでありがとう。さあ味噌飲みしようかな。重すぎ。でも飲み物いらないな。違う違う、飲み物欲しいけど、なんかそこまで高いのいらない。今多分こっち雨止んだんじゃないかな。さっきまで雷すごかった。多分止んでる、止んでるかポツポツ降ってるかな。どうして雷の音で起きてるの。食べたい。ミスドも食べたい。ドーナツ食べたい。飲み物をスタバにしよう。スタバ頼みました。もうそこですよ。バイバイ。
が全カトラリング。じゃーん。来ましたこれね、なんかステーキ丼みたいな。ステーキ丼前も頼んだことある。いただきましょうかね。はい、いただいちゃってよろしいでしょうか。おお、お腹空いてる。さて早速いただきます。ブロリーからいこうかな。なんかお米ガーリックライスにしたの。のトリュフ醤油。
うまい。うまもパラダイスやわ。
ごちそうさま。まあ、半分くらい残したんですけど、ちょっと今全部食べてしまうのはもったいないなと思ってしまって、これをちょっと冷凍ちょっと保存して、また後に食べます。めっちゃうまい、ほんまにうまい。あ、もう食べたい。あ、全部食べたい。ちょっとあれの作業してたね。分けていく。お肉と。はい。あとはユニバ、もちろんスタバが来るのを待つだけです。うわ幸せ、口がガーリック。5分後に到着だった。ニューちゃんが髪の毛染めたらどう思う？みんなの感想聞かせて。最高の日。
こうやってしとったらすぐ、うん、驚く。中身のみゆちゃんがいいな。本当？まあ自分も黒髪が似合うと思ってるんだけどね。好きにして。ありがとう。じゃあ遊ぶね。少女よ、あん、いや、黒髪少女よ、黒髪少女にぼんのみ、まもなくなんとかなんとかみたいな。え、ディズニー、ディズニーのあれ聞きたい。このさ、ホーンテッドマンションの説明部分。間違えた。タワーオブテラーだった。ゆうちゃんのグループの曲じゃないね。ちゃんとつけて、ベルトをちゃんと締めて、頭を上向いて、口を前
これどこに行ったん。マジで謎いんだけど、このご近所さんさ、え、またウーバーみたいななってるから、来た来た、ディズニー行きたい。ディズニー行くのにさ、一番安いという格安で行けるのってなんだろうね、何月なんだろうねなんかさ、韓国は冬がクソ寒いけん、でけん、あの1月とかが安いらしいよね、人があんまり来んけん。ジアマチョトラル乾杯。うん、石野七瀬さん、生田斗真さんの舞台見てきたよ、どうでした？よかった。200円ないはにゃにゃん、はにゃ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 ん。うち100ウォンしかないけん10円。おお、マイガッドトゥゲダー。1211待ってくれ、111110円しかない、30円しかない、300ウォンあるから。でも日本で使えない、終わった、5は終わり。なるほど、なんて安い。あごた。狙い目何月？踊って。平日および1月中旬か2月中旬は比較的空いてるって。冬休み明け？あと4月中旬春休み明け？がやっぱ閑散期やね。そりゃそっか。
平日がやっぱ一番いいよね、行くなら。1月12日と26日は絶対に行っちゃダメだなって高いね、1万円するの高い。まあ確かにホテルも安いもんね、平日って。平日の方が安い。バスとかもさ、そうなんよね。ディズニーホテル泊まりたいねー。うー、ディズニーランドのホテル泊まりたいねー。それなー、今ファンタジースプリングスのさ、あのホテルができたじゃないですか。行きたいねー。ちょっとトイストーリーホテル見てみようかな。でミラカスター泊まったことありますからね。そうそう、もう本当に楽しかった、素晴らしかったよマジで。笑顔が絶えない、ずっとみたいな。お母さんとさ、もうお母さんもテンション上がっちゃって、あんな姿もう私初めてレベルで見たんじゃないかなって思った。うーう、はい、そんなこんなでね。誕生日に行きたい。誕生日ね。で今年も東京でライブできたらね。ちゅんちゅんすごい、すごかったよマジで。いやそう、いつにも増してテンションが上がってたの。でもお酒も飲んでみたいな。で私その時20歳の誕生日の時にね行ったけん、あのまあ20歳になってお酒も飲めるってなっとったけんさ、一緒に部屋でお酒飲んで、え動画あるよ多分。それ全然みんなに見せてないよね多分、その時の写真とか。見せた。シャンパン。
来る。多分まだみんなに出したことないちょっとやつなんだけど、あたちーってパンツってのお母さんがね、あの白ワインがあんまり好きじゃなくて赤は好きなんだけど白があんまり好きじゃなくて、なんか渋い顔してて、そうおもろかった。お母さん映っちゃうかな。全く映らん。え、これ見せたか。一回見せた気がする。懐かしいな、なんかこれ何、やばジャムじゃん。私の初のお酒はビールでしたよ。あのライブ終わりにビール飲んで、ビールうまってなったもうなんかえビールうますぎんみたいな感じになったよ。マジでうまかった。でその次の日にあの、ま、ディズニー行ってシャンパン飲んだ。懐かしい、あ、今懐かしさに今浸ってる。ちょっと待って、あともう一個見たい動画がある。待って、違う、これもやかちゃんや、ももちゃんの動画はちょっと見たいんよ。待てね、夏
懐かしいね。ごめんね。やばいやばい、全然見つからん、ごめん、全然見つかんないよ、もう諦めた。諦めも大事。見てパンプキン、うまそう。すごーい。うん、パンプキン。ちょっと違うよね、プロモーション会議をしろよって。でも待って、正解、パンプキンバスクシャーチケーフです。
うまこれはパンプキンバスクチーズケーキ。天下のスターバックスさんの秋のスイーツ。どうやってやるんだっけ、なんかアンケートみたいな。質問？なぜゆえに黄色はない。インスタと X にもちょっと募集してみようと思います。バグり散らかしてる。
早っ。回答はどちらでもいいし、ここに配信に配信にいる皆様は配信で答えて大丈夫です。なんだろう、ただ君へなに歌ってみてほしい曲、ジャンルとかマジ問わないんで、とりあえずもうバン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 って言ってもらって、そこからまあ厳選するので。どうした？これだってみんな味方が味方が分かんない、どうしよう。やばいやばい、どうやってみんな来た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 、どこかなこれ。あ、チャンカパーナ、なんか分からん分からん、調べるのあれやわ今。あ、来た、ゲットワイルド、また来た。今充電がなくて、あのもうマジ思わんですよ充電なくてインターネット共有してて、しかも曲も流してるんで、ちょっとあの分かんないから、それ曲っていうやつ聞くね。なんとかのだよとか言って、はい、喜んで。よし、How to 世界、それ歌それ歌、
前に募集した時の曲でもいいよ。金木犀の夜。感じが分かれへん。OK、 35来た。淡路島玉ねぎはね、音源がないんよね。明日への扉、振られ気分でロックンロール歌それ制服のマネキンね。制服のマネキン夜空。再起連射は除外するわ。涙の表面張力。月光か、それ歌アライブ。君なんだから歌なんだよ、多分絶対。君なんだから負けないで。負けないでよね。それあ、これ歌ね。振られ気分。感じ間違えた、早く。ロックンローズ。ちょっとアルンドさんのをほっといてもスタートイットアゲイン。何それ。月光か歌。はい、月光かね。時間の国のアリス歌それ。風は秋色、それ歌っぽいな。フリーの、え、マジですか。キスは待つしかないのでしょうか。フレンズ。いちご畑で捕まえて。すんなに歌。チートで、乃木坂のチートで。間違えた。なんで。だから、やばもう。あ、そうやってやってくれるとありがたい。初恋、初恋リバイバル。どんどん字が汚くなる。
やべ。ちょっと皆さんに、やったのは置いといて、頑張れ。高根の花子さん、スピード同じ人や。でもFeel fine.ちょっと短いんですけど、ちょっと今のでタイムアップしたいと思います。充電もねなくなってきちゃってであとはインスタと X に送ってくれたものを残り書いて、そこからまた厳選してってすると思うので、はい、特例の意味はね、ちょっとここでストップしますね。で、音源があるかないかとかも、やりながらになると思うので、そうやね、今日中かな。まあリクエストのやつは今日中に言ってくれたら、まあワンチャン採用されるかもしれんし、じゃないかもしれないっていうね。このまあ皆さんが言ってくれたこの曲はライブで歌う可能性も歌う可能性が高いので、ぜひねライブ見に来てくれると嬉しいなと思います。はい、そこいっぱいちょっと聞いて、音源カラオケあるかなっつってか
YouTube にカラオケあるかなってことを探して、なかったら消してみたいな感じの作業を回していきますので、はい、そんな感じでちょっと行かせていただいて、ちょっとね充電もなくなっちゃったのでちょっともう切れちゃうよっていう感じなんですけど、なのでちょっとね配信をちょっと早いんですけど、本当は3時までやりたかったんですけど、ちょっとその時間まだ多分できないのと、はい、ちょっといろいろありますので配信終わりたいと思います。皆さん、今日はね、とっても美味しいステーキ食べてでパンプキンもキャベツやストボンも真っ白いなんで、すごく美味しい美味しい美味しいお昼ご飯を食べたので、この後ツーレッスンいっぱい動いて、消費していきたいなと思います。はい、ではでは壇上に行きたいと思います。13位小池屋ポテオさん、12カッカさん、11位アベルさん、10位トーマさん、9位マー君、8位シャイニングフィンガーさん、7位ゴールドハッテ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 、6位ロカポカさん、5位チリさん、4位スナフレさん、そして第3位が中谷さん、ありがとうございます。第2位がジージー、一緒に作ってる感じがして本当に嬉しいですね。あ、嬉しい、本当にそうやって言ってくれて、いや私はそういうつもりでやってたんだけどね、嬉しい、ありがとうちゃんと伝わってくれててよかった。そして第1位がトシさんです、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん今日もありがとう。また、明日の朝配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうね、頑張ってきます、行ってきます。Morning.